皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。どうもどうも、那須兄さんです。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。なんかあれすごく、なんかこれいいっすよね。なんか綺麗だなと思って、夕日でなんかロケーションがいいなと思って、なんかいいっすね。はい、ということでね、はい、めっちゃお腹空きました。はい、お腹空いたので、ね、今日ね、スナックの女の子はね、ここおすすめだよって言って、行ってみてくださいって言ってね、来ました。花巻はね、豚骨の王様、はい、豚骨の王様にポンコツの王様が来ましたポンコツの王様が豚骨の王様に来ましたということでね、花巻の豚骨の王様さんで豚骨ラーメン食べてこようと思うんで、最後までご視聴よろしくお願いします。それではご訪問してきましたのは、岩手県花巻市にある豚骨の王様になります。営業時間は11時から10時までやってるということでね、はい、店内行ってみましょうか。座敷が2席とカウンター席4席、テーブル席が3席ですね。2席だったかな。はい、そんな感じです。はい、メニューの方はですね、インスタグラムにも載せてますんで、インスタグラムの方のフォローもよろしくお願いします。ということで、生姜、高菜、ラー油ね、あ、ラー油とね、ニンニクは店員の方までおろしてくださいということで、今回私が頼んだのは特製ラーメン、トッピング6種盛り1160円、こちらですよ。はい、豚骨の王様を頼もうとしたんですが、トッピングするんだったらば、どうせトッピングするんだったらばね、6種類のトッピングが入ったね、この特製豚骨ラーメンでね、はい、特製ラーメンでね、はい、食べてこようと思いまして、こちら頼みました。うまそうじゃないかい、うまそうやないかい、ということでね、こちら食べていこうと思います。行きましょうか。あ、うまい、全然美味しい。うん、うん、めっちゃうまい。うん、美味しい美味しい、いいね。お待たせいたします。はい、美味しい、ありがとうございます。全然博多人情で美味しいんだけど、はい、そんな感じで食べ進めてきました。豚骨の王様にポンコツの那須兄さんがね、行ってきましたということでね、すいません、喋りもカミカミで、私ポンコツです、はいということでね、はい、はい、そんな感じでね、すごくね、私最近気づいたことがあります。私最近豚骨ラーメン好きです。醤油ラーメン、味噌ラーメン、塩ラーメン、豚骨ラーメンってありますけど、私最近気づきました。私の体は豚骨ラーメンが好きだということが判明しました。はい、判明しました。はい、多分一番私豚骨ラーメン好きです、はい、と言っておきましょう。はい、替え玉お願いします。固めで、はい、はい、もう早くもね、替え玉してますけど、はい、もう喋って1分2分
くらいでもう替え玉頼んでますけど、もうそれくらい美味しかったです。もうスープがね、豚骨の甘みですか、はい、サラサラとしたね甘みのある濃厚なスープ、めちゃめちゃうまかったです。美味しいと思います。私好みです。はい、それにねこのね固めのね細麺がねまたねツルツルっとしてねいいんですよ。はい、半分くらいで麺かけた、はい、ありがとうございます。もうね、替え玉したらばね、この高菜ですよ、高菜をたっぷり入れて、そしてニンニク、ニンニクですっていうことでね、はい、ニンニクはねスプーンがちっちゃかったんで、はい、3倍どころか9杯入れました。はい、3倍です3倍速で入れました。はい、これを混ぜて混ぜて混ぜ尽くします。すげえ匂いがニンニクになった。うん、最強。うん、うやばいね。やばいね。もうね、ニンニク最強です。はい、ニンニク最強です。はい、ニンニクは最強って感じでね、はい、そしてこの高菜でねちょっと辛みが出てね、はい、もう麺にね高菜とニンニクが絡んでねさらにうまくなります。はい、辛いの好きな方はラー油も混ぜて食べた方がいいです。そしてねこの薄切りのねチャーシューと海苔ときくらげ最高ですよね。はい、もうぜひね皆さんねこの6種トッピングのね特製ラーメン、これ贅沢です。これでね、はい、替え玉3倍くらいいけると思いますよ。私は2杯でギブアップでしたけど、めちゃめちゃね美味しかったです。ほんとね、豚骨ラーメンってきくらげ合いますよね。ほんときくらげともやし、まあもう俺はねあのきくらげとネギのトッピングが一番おすすめですね。もう明太子ご飯なんてあったらね最高ですよ。明太子ご飯にねこのスープをねかけて、ね、食べたいって思いましたけどね。今回は替え玉するので、はい、ライスは頼みませんでした。そんな感じで食べていきました。美味しかったです。どうだった、ごちそうさまでした。これスープ飲めば何出てくるんですかね、ちょっと気になりますね。豚の顔をした竜なんですかね、それともただの竜なんですかね気になるので全部飲んでみよう。はい、なんと竜でした、豚ではありませんでした。はい、ごちそうさまでした。すんごいお腹いっぱい。あのね、麺の量多いっすね。はい、貝玉5ぐらいいけんのかなみたいな。全然もうお腹いっぱい。俺なんか食べれなくなったのかな、ちょっと最近ね食べれなくなってきたあの感じがしますね。めちゃめちゃ美味しかったっすよ。はい、豚骨ラーメンいいっすね。はい、またね来て食べようと思います。貝玉もね結構ボリューミーでね、はい、良かったですよ。味変して高菜とニンニクで、はい、めちゃめちゃ美味しいと思いました。私は好みの豚骨ラーメンでした。はい、美味しかったです。はい、皆さん美味しそうだなと思ったらば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではナイスデイ、仕事します。週末なんで仕事します。私仕事します。頑張ります。